いや違う、そうだ、まず俺が理想の父たるべきであった。これまで理想とは程遠い集体ばかり。父親として俺は大丈夫です。自信持ってください。アーニャさん言ってたじゃないですか、100点満点だって。そう言っていただけるならありがたいです。っていうかまた他人の私が知ったような口を。他人でもよその家族でもないですよ。あなたは今フォージャー家の母親ですから、よかったらヨルさんもアーニャの勉強を見てあげてください。はい、私なんかでよければ。焦らず一緒に頑張りましょう。何事も一朝一夕ではうまく回らないものだ。相手が何を考え何を望んでいるか、信頼を得て懐に入り、それを観察する。もうこんな時間。ちょっとアーニャと話してきます。じゃあ私は洗い物してますね。おい、アーニャ、スパイアニメ始まる時間だぞ。さっきは悪かった。やるか。ああ、実食してやらねえ。どんな夢見てんだか。立派な父親か。本当の家族がいたらどんな気持ちなんだろうな。